おいは岡野雄一、またの名をペコロス岡野と申す。長崎で暮らす団塊世代の親父である。家族は息子と、いろいろなことをどんどん忘れていく年老いた母。そんな母に今日も会いに行く。母ちゃん、中通りばい。わかるね。よう通り寄ったろうが。はあ。腹減っとろ。ほら、ゆういち、父ちゃんの聞きよるよ。かき氷ば食べたか。なんね、かき氷やら。よし、帰ろ。よしこせ。長島や。こっちかき氷、おいはビール。あんたは皿うどんば。じゃあ皿うどんば2つ。はい。どうぞ。おいしかね。おいしか。幸せの続きますように。母ちゃん、ゆういち、そうばい。ハゲとるな。中通りを歩くと、母の祈りの中に入り込んだように時が混ざり合う。